本庄と館林ぐらいかい。館林は行ったことない。行ったことない。見たことある。暑い。これなお湯カラス。だからカラスのなカラス。59,000。なんだ。クロスオーバーのじゃねえじゃん。安いねやっぱマルチオブゲット。この安いな。29,000。お、これあれじゃん。純正ですか。純正だ。うん、結構出てる。純正多いです。クレンチある。安い。重いけど。ワイトレ。いいやつなんだ。ワイトレ入れてんだっけ？上の方入ってます。フロントが20でリアが25です。でも多分あと5ミリずつぐらい入るんですけど、はい、出しすぎてるな。いや難しいよ。多分フロントがもう下げちゃったんで。出すと多分ダメな気がするんですよ。だからワイトレもなんかこれお店で買うと1万ぐらいするんですよ。ああってなると一旦スラバーもうどうでもいいや。お多いですね。多いね。レカロも結構あるね。あ、これか。GS 前期。レーシングギアってな。元は結構高いのかなこれ。どうなんですか。だって中古でこれっつうの。元は結構綺麗っすよね。綺麗。使ってないんですか。うん。物がいいんじゃないの。79,000するんだから。アップガレージのこれオリジナル。ファイナルコネクション。79,000。世代に応じて。マフラーはやっぱ少し暖かい。少しが多いね。ですよね。スバルも多いね。インプレッサとかね。エルグランド。すごい。純正じゃん。86、まあ86も多いもんね。 86BRZ。 俺エアサスじゃないこれ。 LS600 純正エアサス。うん。これ内装かい。内装じゃん。これ俺やん。ゼロクロじゃん。なんか見覚えあるよ。
今日はね、マグクスだ。あれ？でかい。でも確かつくんすよね。あれ200系も。ね。あるよね、流用できるの。これなんで？もうこれ綺麗だね。GS、GS ウェブって。もう米調がいいっすよね、どうしても。うん。ウッドコンビはやっぱね、高級感あるよ。ミラジーノついた気がしたね、うん、ミラジーノもウッドがあるんだよ。いいっすね。へえー、面白いな。これなんかジャガーだ。ジャガーじゃない、重い、うん、うん、すごいよね。カラーもいいっす。じゃあハイトライト、あ、シーマじゃないこれ、うん、F50 これがマクエツ。マクエツのある片方先です。あ、これダンディと同じやん。枝豆ダンディ白い前期だから。ダンディさん買うかなこれ。ごちそうしよう。あ、ほんとテールじゃん。めっちゃっけん。後期これまたマークエックスです。ああ。マスタンクがあります。あれ珍しいんじゃない。アルファードか。またマークです。ああ、純喜だね。純喜。純喜。セダン系はあれかな。ちょっと少なめ。それで多いね。ヒューマル。まあボクシー。ターバ。それ何なんですか、ターバ。あの要は。がっしりさせるような補強パーツだよね、ボディを。だからハンドル切った時とかグニャってなるのをちょっと硬くしたりとかって。ミラーカバーか。いろいろあるね。ね。全然わかんないけど。あ、これなんかあれじゃない？これもつけてかっこいい。HPI ってやつで1万円エアフロー、うん、H ケースとかでね、H ケースの有名なんですか。うん、有名。スポーツ系かな。どっちか勝ち星先生です。そうそうそう。そうだね。純正系が多いのかな。どっちかっていうと。そんなイメージないです。ね、みんな純正だもんね。あとエモーション。うん。ツイストスポーツ。これさ、GTR 用じゃない？うん、スカイライン GTR。こんなのあるんだね、デザインが。古いね。でもちょっとリビースに似てる感じ。似てますね。あ、でも。
本当あるんですね。ほんと17インチか行く人はいそうですね。 7.5J じゃいらない本番アダプターですね。うん、あれや、お買い取りじゃない。ここワークだ。え、ワークの取りです。ジュランダルとかな。あー189,900円。あんま低い。